ヒデです。こんにちは。6月12日、畑のブルーベリーたちの様子です。今年の春に定植したばかりのフロリダローズの実が色づき始めました。いい色になってきてますね。フロリダローズの収穫時期は7月の上旬から8月の上旬と聞いていたんですけども、もうね、6月10日の時点ですでにこんな状態です。今年はブドウの花が咲くのも昨年に比べて2週間早かったですし、いろいろなものが早いのかなと思ってます。それにしてもこのフロリダローズの実は大きいですね。ラビットアイなのにこんなに大きいという。あとですね、収穫時期の目安なんですけども、フロリダローズの場合はちょっと実に透明感が出てきたら収穫時期だよということだったんですが、もうこの先端の3つぐらいは実にね、実がちょっと透き通ってきて透明感が出てます。まだ反対側は色づいてないんですけども、そろそろ収穫できてしまいそうですね。あとでちょっと1個取って食べてみようかなと考えてます。やはりこの先端の部分から色づいてきているという印象です。まだ下の方はこんな感じでピンクにもなってないんですけども、こうやって先端から収穫できていくのかなという感じですね。こちらはティフブルーなんですけど、こちらと比べるとね、ちょっと一個取ろうかな。こちらがティフブルーの現在の大きさ、それに対してフロリダローズがこちらです。大きいですね。ハイブッシュ系のブルーベリーに近いぐらいの大きさになってます。これがデフォルトの大きさなのか、今年は植え付けの時の肥料がうまく効いてこうなっているのか、はたまた他のラビットアイ系の花粉と相性が良くて大きくなっているのか、ちょっと来年になってみないとわからないですけども、想像より大きかったのが嬉しいです。ただですね、1年目から花をつけて実をならした代償として、ちょっと葉っぱの元気がやっぱりないんですよね。こんな感じで先端の葉脈が出てしまってます。根元付近の方はだいぶ緑になってきてるんですが、こちらはね、こんな形で色が悪いです。他のブルーベリーの葉っぱと比べるとやはりね、ちょっと健康状態はよろしくないかなと思います。こちらは実がついてない
枝ですが、こちらは色がいいんですけども、やはり実をつけた影響っていうのが出てますね。まだ根がそんなに張ってない状況からこれだけ実がつくと木にとっては結構な負担なのかなと思います。ただ、こちらの実を収穫してしまえばもう元気が出てくると思いますので、まあ、このまま行くつもりです。収穫をしてその後秋口に向けて木を育てると、そういう形でやっていこうと考えてます。そしてこちらはティフブルー、ラビットアイ系のティフブルーですが、もう鈴なりですね。やはりたくさん実をならした分、去年よりは粒が小さめかなと思います。まあ、こちらは生食での美味しさをそこまで期待してないので、たくさん実がついてくれればジャムなどにして食べようかなと考えてます。去年はですね、収穫した実の方を冷凍しておいて食べたい時にジャムにしてました。今年もそうやって食べていこうかなと考えてます。ただこれだけたくさん実をつけたにもかかわらず木の勢いは衰えてないんですよね。今年伸びた新梢がもう60センチぐらいに現時点でなっていると、こういう形で新梢がめきめき伸びてますので、来年はね同じぐらい実をつけてももっと実が大きくなるんじゃないかなと期待してます。ティフブルーは本当樹勢が強いですね。これで2年目の苗だとはとても思えないです。うちの畑とは相性が良かったようですね。そしてもうかなりジャングルになってますが、ティフブルーの隣にあるのがホーンベル。こちらは今年はそこまでたくさん実がついてないんですけども、まだね実の方小さいです。一番最後に花が咲いたのでこれからかなという気がします。そしてこちらもシュートが、勢いの良いシュートが生えてきて、去年のね夏食らったダメージも抜けてきたかなと、木に勢いが出てきました。これなら来年は結構収穫が期待できそうかなと考えて思いますね。そして去年の秋に植えたメインデイトの方なんですけども、こちらもね実が3つ2つかな、この小さいやつはそのうち落ちるかもしれないですが、なんとか味見の方はできそうかなと思います。こちらもねようやくちょっと木に勢いが出てきて、新梢が出てきました。今が、地表から25センチぐらい
30センチぐらいかな、地表から30センチぐらいなので60センチぐらいまで今年大きくなれば、来年は少し収穫できるかなという感じですね。最後にこちらのハイブリッド系のピンクレモネード、今年はね花芽が1個もつかなかったんですが、その分木は成長してくれてます。結構ね根元の方からも枝が出てきてしまってるんですが、どうもですね内側に向かって生える枝が多いですね。そんな中今年伸びたシュート、こちらがね先端に勢いが出てきてます。一度ねちょっとここの先端が枯れてしまったんですけど、多分急激な暑さで葉っぱがやられたということだと思うんですが、で枯れたらその横からぐいぐいと新しい新生が出てきてますので、こちらもそうですね、ちょっと先端が枯れてしまってその下から勢いの良い新生が伸びてきてるという感じです。こちらは今年1年木を育てるだけですので、ちょっとねあまりに内側に生えてくる枝が多いようならもう少し成長した時点でいらない枝はもう切ってしまおうかなと考えてます。他に伸びてほしい枝の方にエネルギーが使われた方がいいと思うんで、ちょっと木の形が今まだ悪いので、そちらがね解消できるようにちょっと樹形を整えつつ今年1年育てます。はい、こんな感じでまだ6月の半ばにもなってないんですが、ラビットアイ系のフロリダローズが収穫できそうなぐらい色づいてまして、ホーンベルとティフブルの方は順調に成長してます。このままねこれといった害虫の被害や気候がおかしくならない限り、今年は結構収穫できそうですね。ちょっとこちらもね、帰りに何個か収穫して持ち帰ってみたいと思います。はい、それでは今日はこのくらいで、またお会いしましょう。バイバイ。